お揃いでやってきた2人。いや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 、ようやく着きました ね、 ね。はい、勝浦にやってまいりました。勝浦、勝浦ですよ、来たことあります？いや、初めて来ましたけどね。初めて、はい。もっとみんなを元気にしてみたい、笑いや喜びを見てみたい、そこで登場したのがマジシャン、マヤ一生。パワーを、はい、ぜひ私にいただけないでしょうか。と、男同士の固い約束をしたマヤ。パワーズ監督のマネージャー、ステラちゃんと勝浦へ。どんな笑顔と会えるのか。街へ出よう、運気上昇へ向かって対決パワーズ。千葉県の東南にある勝浦市、あいにくこの日雨。天気がいい日は太平洋が目の前に迫る絶景が、ね、今日これはひな祭りですかね。ですね、3月3日ですね、うん、今日は。今日は3月3日のひな祭りの日。実はここ勝浦のひな祭りは町中挙げて祝うんですよ。あ、夜ライトアップするんですか、うん、これ駅構内ですか ね、 ね、駅の構内にもこんな感じで、ね、かなり本格的ですよ、もうすで、うん、に。ところでステラちゃんはどんなひな祭りを知ってたんでしょうね。布にひな人形が書いてあるやつを貼ってました。人形を飾るんじゃなくて。なるほど、そう、絵を飾るというお家でした。方針がね、方針がね、見事な飾り付けでついつい見とれてしまいますよ。ところで他には見どころ、見どころ教えてほしいんですけど、勝浦はね、もう港町ですからね、お魚が有名ですよね。あ、なるほど。どんなお魚が？あれですよ、この勝浦のニューキャラ知ってます？知らない。カッピーですよ。カッピー、あ、勝浦だけに。はい、カツオの、カツオのカッピー。カツオのカッピーね、はい、ちなみに、はい、カツオ料理が得意らしいです。カッピーが作るのが、そう、勝浦の代表マスコットのカッピーといえば、そう、ここしかありません。ここは勝浦漁港。まさにね、お魚が今揚げられてますけど、今日はここである方と待ち合わせをしております。誰誰、はい、お呼びしましょう。サルタ市長、こんにちは、はい、お願いします。はい、どうも、ありがとうございます。勝浦市長、サルタさん、勝浦のこといろいろ教えてください。早速ですが、なんでここで待ち合わせしたんですか？今日はね、今はちょうど勝浦に 春を呼ぶこのカツオの水揚げです、うん、はい、でもうカツオの一番なんていうかな、初カツオと言いますかね、うん、これはもう今カツオ、勝浦がね、最高にカツオを取れてます。これ毎日や、毎日入ってきます、今日はね、6月、7月ぐらいまで、ぐらいまでは毎日、はい、で今日はね、三重県のこの船が入ってます。三重県、なるほど、はい、勝浦に来るのは、うん、いろんなカツオ船団があって、はい、静岡とか、三重県、はい、高知県、はい、宮崎県、こういうところのね、カツオ船団がこの南の方のところでカツオを取って、この勝浦に水揚げを入れてくる。なるほどですね。もちろん大きさ大体これぐらいの感じなんですか？そうですね、こういう感じですね。もちろん地元にも船があって、はい、カツオ取り行ってますけどもね。さあ、ここで皆さんの笑顔を見たいということで、マヤのマジック早速開始。それで、市長、ちょっと1枚選んでいただきたいなと思うんですけども、じゃあ、ちょっと上から弾いていきますんで、お好きなタイミングでストップかけてください、はいはい、そう、いいですか。で、これちょっと見えてるので、この次のカードにちょっとサインをですね、書いていただきたいと思います。グラブのカードに市長のサインをしていただいて、おっと、さらにサインをこんな感じで書いておきました。裏にもじゃサイン、あら、今度は裏にサイン。カツオ、あれ、素晴らしいこんな感じで、とこれでサインが3つです。で、ここですね、このカツオのカード、ちょっとこういう感じでちょっとちぎってもらいたいです。ちぎっていいです、はい、カードの端をちぎるそうです。いただきました。見えますね、はい、見えます。ちぎったカードをどうするんだ、マヤ。まさか、おいおい、
ちゃったよ。こっちだよ。今度はカードを加えて、ありゃーまさか。おお、綺麗にくっつきました。すごいすごい、すごいすごいですか。ええ、魔法みたいだね。口の中に海苔でもついてるの。すごい、完全に皆さん満足いただいたようで、元気な笑顔をいただきました。ところ変わって、こちらは勝浦名物朝市。今上がらないんですよ。もう7時頃からやってる。え、7時頃から。実は朝市の歴史は古く、天正の時代から400年以上続いてるんです。市民の台所としてずっと生活に溶け込んできたんですね。そしてこの先にあるのが富崎神社。奥の方に何かあるようですよ。行ってみましょう。階段にびっしりひな人形の写真。晴れてる日はこの通り、60段の階段に1800体のひな人形が飾られてるんです。今日はですね、雨なので、まあ、写真ということで、毎日日頃はですね、天気のいい時は、毎朝この1800体をですね、新たに飾って夕方それをしまうと。毎朝、毎朝です。1800体を。そうです。どれぐらい時間かかるんですか。飾るのに約1時間。片すのは、まあ、約20分程度ということで、はい、あっという間、はい、みんなで、段取りよくやっております。なるほど、はい。雨の中ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ここの富崎神社の言われは、もう小林さんが全てご説明いたします。ご説明いただけると。もともとはですね、四国は阿波の国、現在の徳島県の勝浦町あたりを開拓した阿波の院美という氏族がですね、こちらの御祭神の阿部の富の御子様に連れられまして、なるほど、お坊さんに授与したという、そういった伝統が残されて、じゃあ勝浦の名前の由来になった。そうです。そういうことか。あれですよね、はい、勝浦の勝と占うというので勝浦と、はい、いうのです。はい、古くはこれで勝浦が転じて勝浦と言われたと言われておりまして、浜栗の雛様の貝合わせ、浜栗の形なんですね。これもお雛様になってて可愛いですね。顔を描いていただければ。だから顔がないんですね。ちょっとこれ見てください。お顔が、ね、目と口をまだ描いてないんですよ。裏面はどうなってるんですか。ここはあのお願い事ですね、皆様の願いを。ではでは、さっき猿田市長のお墨付きもいただきましたので、前さんの素敵なマジシャンをですね、はい、また見せてもらいたい。ちょっと今看板娘のお姉さんのお名前は鈴木アリサです。アリサさん、はい、はい、じゃあアリサさんにお手伝いいただきたいなと思うんですけど、インスタグラムってやってますか。はい、やってます。お、やってる、素晴らしい。ちょっとインスタグラム開けてもらっていいですか。はい、ちょっとお願いします。はい、はい、そこ僕のインスタグラムあります。で、ここに実はちょっと予言のカードが入ってるんで、ちょっと予言のカードを見せたいなと思いますね。これ予言のカード、はい、空中にちょっとトランプが飛んでるところをイメージしてほしいんですけど、トランプ52枚すべて空中に飛んでます。1から10。じゃあ空中に浮いてるのがジャックとクイーンとキングです。じゃあ市長すいません、ジャック、クイーン、キングでお好きなの一つだけおっしゃってください。やっぱりキングですね。キングです。はい、じゃあ宇治さんすいません、赤か黒かでお好きな色一つおっしゃってください。やっぱりひな壇の赤。ひな壇の赤、素晴らしい。じゃあアリサさん、最後は赤いカードなので、はい、ハートかダイヤどちらか一つ言っていただきます。ハートで。ハートでいいですか。で、ちょっとこの、はい、先ほどの携帯、ちょっとこれ見ててください。見えますか。スマホからカードが飛び出しましたよ。携帯から抜けてきました。ちょっと持っていただけますか、はい、そして言っていただいた数字はキングでしたね。まさか、まさかですよ。ハート、ハートということで、ハートの、おー、おー、おー、驚き。次回も勝浦のビッグひな祭りに迫る。そしてどんな笑顔と会えるのか、お楽しみに。